現在、日英にて、それぞれ次期戦闘機の開発計画が進められているよ。日本が次期戦闘機開発計画で、英国がテンペスト計画だな。その機体のエンジン開発を日英が協力して行っているってのが現状だぜ。日の目を浴びる時が楽しみだね。かつての日英同盟の再来かな？そうだね。さて今回はそんな日英共同開発の高発電能力を有する戦闘機エンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日英で開発協力している次世代エンジンには、極めて高い発電能力が求められているんだけど、これは、次世代の戦闘機には非常に高度なアビオニクスが搭載されることになっていて、それには非常に多くの電力が必要だからなんだ。また、高エネルギー兵器の搭載も視野に入れられており、航空機搭載用のレーザー兵器を搭載するのであれば、既存のジェットエンジンレベルの発電量では、全く電力が足りない状態ってわけ。そこで、日本では XF9 と呼ばれる、小型高出力の次世代エンジンを IHI が防衛省と協力して開発しており、その技術を英国のロールスロイス社が開発中の次世代エンジンにも活用して、日英共同で高発電大出力エンジンを開発しようとしているんだよね。2021年12月22日水曜日、防衛省は航空自衛隊が現在運用している F2 戦闘機の後継機として開発中の次期戦闘機に搭載するジェットエンジンの開発及び実証実験等を英国と共同して進めていくことを公式に発表したよ。英国からは英国にて開発中の第6世代ジェット戦闘機テンペストのエンジン開発を担当しているロールスロイス社が参画し、日本側は次世代ジェットエンジンの開発に長年取り組み、2018年6月に防衛装備庁に XF91 と呼ばれる次世代エンジンのプロトタイプを納品した実績のある株式会社 IHI が参画、2022年1月から事業を開始するに至っているんだ。この計画では、両国の次期戦闘機に搭載を目指す、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるコンセプトに基づいたエンジンを開発していく方針のようだな。2035年頃より退役が始まる F2 戦闘機の後継機としては、当初は独自開発ではなく、既存機の導入も検討されていたんだ。米国のロッキード・マーティン社からは、F-22 ラプターの機体に F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した戦闘機開発の提案を受けており、ボーイング社からは F-15EX イーグル2、英国 BAE システムズ社からは、ユーロファイタータイフーンをベースとした新型機開発が提案されていたみたい。これら提案されたプランを防衛省が検討していく過程で、2035年以降から2050年代まで航空優勢を確保するに必要な戦力となりうる戦闘機であり、新技術導入を可能とする拡張性の高さ、日本独自の回収が可能であること、国内企業による開発及び製造への参画、ランニングコストの低さという点を求めたよ。これは、F2 戦闘機開発での停滞教訓から得られたものも多く、外国主導の戦闘機では、日本が独自に回収することもままならず、技術開発の上でも開発国が優位になるため、防衛省としては、これら列挙した項目はどうしても譲れないものがあったようだぜ。そして、今回の次期戦闘機開発計画では、2000年代より各種先端技術の研究開発を進めており、2016年4月22日に初飛行した X2 先進技術実証機までの技術的蓄積から、過去の F2 戦闘機開発で他国に足元を見られる余地を極力減らしてからの次期戦闘機開発の公募でもあったんだって、2018年12月18日、防衛計画の大網と31中期防平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画が閣議決定され、その中で将来戦闘機に関しては、F2 戦闘機の退役時期2035年頃までに防衛上中核となる、新たな戦闘機開発を国際協力も視野に我が国主導での開発に着手するとして、技術協力を得るために海外企業を参画させつつも、国内企業主導での開発に舵を切ることになったんだ。この次期戦闘機については、2010年8月に防衛省より将来の戦闘機に関する研究ビジョンが公表されており、その中でアイファイターというコンセプトを提唱したよ。防衛省技術研究本部現防衛装備庁と三菱重工が、このコンセプトに基づいて先進技術実証機 X2 を開発して、2017年まで各種試験が実施されたんだ。2020年10月には、デジタルモックアップを作成していた三菱重工を開発主体とする契約が正式に発表され、国内企業は他に三菱重工、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、
NEC が参画することが決定したよ。しかしながら、日本は本格的な戦闘機の開発経験に乏しいことも事実だぜ。日本は過去、1970年代に三菱 F1 支援戦闘機を開発したことが唯一の戦闘機開発実績だが、F1 支援戦闘機は当時から性能としては2000級に過ぎないものであり、F2 戦闘機を独自開発しようとした際もエンジン開発技術が不足しており、結局は米国の支援を求める結果となったんだよな。今回は事前に戦闘機開発技術の蓄積に努め、海外からの技術支援に頼らずとも開発を進められる水準まで技術力を高めてきたが、それでも日本だけの技術では、コンピュータを駆使したデジタルエンジニアリング技術による航空機開発経験もない状況では、第6世代ジェット戦闘機を独自開発する難易度は極めて高いものがあるぜ。そのため、戦闘機開発の経験が豊かな海外企業も次期戦闘機開発に参画させ、設計だけではなく、電子機器や戦術データリンクなどのミッションシステムの統合を着実に実施するために2020年12月に F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を開発製造した米国ロッキード・マーティン社が選定される方針となったわけだよ。また、ロッキード・マーティン社は、現在航空自衛隊が取得中の F-35 ライトニング2を設計開発した企業であり、今後、次期戦闘機が在日米軍が運用する F-35 ライトニング2と、戦術ネットワーク上でのデータリンクなどの連携が適切に図れるようスムーズな技術導入を図る狙いがあるものとみられるんだ。しかしながら、ロッキード・マーティン社とは、過去 F2 戦闘機の共同開発において少なからぬ因縁があるんだよな。そうなの？それってどんな因縁なの？それは、当時の日本の戦闘機開発水準が低かったこともあるが、F2 戦闘機開発において、そのベースとなった F16 ファイティングファルコンの革新技術については、すべてブラックボックス化されて日本には開示されず、逆に日本が得た技術については、すべて米国側に開示しなければならない契約となったんだぜ。この屈辱的な不平等契約が、今回の次期戦闘機開発計画でも再現されるのではないかという懸念が一部識者からは上がっているようだな。次期戦闘機に搭載するエンジンについては、IHI が開発したアフターバーナー付きテイバイアスターボジェットエンジンである XF9 を発展させたものを開発搭載する計画であり、2018年6月に IHI から防衛装備庁に納品されたプロトタイプは、防衛装備庁にて2020年7月まで性能確認試験が実施され、当初要求性能である水力11トンフォースを発揮することが確認され、アフターバーナー使用時には水力が15トンフォースに達しているんだって。これらを日本は開発してきたんだけど、それでも日本はステルス戦闘機の開発経験が乏しいことに加え、ジェットエンジンの開発経験及びそれを量産する経験にも乏しい状態なんだ。そのため、開発リスクを低減させるためにもエンジン開発の経験が豊かな海外企業からの技術支援が必要とされたってわけ。防衛省では、当初は機体やアビオニクスの開発でも協力関係にある米国から、エンジン開発の技術支援を得られる企業を選定する予定であり、次期戦闘機で開発されるエンジンを米国の機体でも搭載されれば、量産効果によるコストダウンが図れるものと目論んでいたよ。しかしながら、米軍が今回開発される XF9 系列のエンジンを採用する可能性が全くなく、これにより、エンジン開発のコストダウンが図れる可能性は極めて低いものとなり、このままでは開発コストの高騰による日本側の負担増大、メンテナンス費用や部品価格の高騰につながる懸念が持ち上がったんだ。そこで防衛省は、同時期にテンペスト計画と呼ばれる次世代戦闘機の開発計画を進めている英国へ協力を求めたんだよね。英国は開発計画を自国主導とする立場は貫いているけど、開発コストの削減や開発期間短縮に寄与することを意図して、開発に海外企業が技術協力することには前向きな姿勢だよ。そのため、日本としては、英国は、次世代ジェットエンジンで開発協力することについて非常に都合の良い相手国だったんだ。また、英国ロールスロイス社と日本の IHI は戦闘機以外のジェットエンジンについて共同開発を行った実績があり、英国でも IHI の技術は高く評価されており、日英で同系列のエンジンを使用すればコストダウンにもつながり、日英ともにウィンウィンの関係が築ける点も大きな要因だったよ。ロールスロイス社のアレクサンダージの事業開発フューチャープログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントは、非常に強力なレーダーや高エネルギー兵器を搭載することが想定されているテンペストのエンジンについては、
空飛ぶ発電所と呼んでも差し支えないほどの高い発電能力が求められており、日本の XF9 は高い発電能力を有していることから、英国が求めるジェットエンジンとして非常に理想的なものであると評価しているみたい。そして、同志はロールスロイス社は地球温暖化の解消に向けた脱炭素社会の実現に向けて多額の投資を行っており、テンペストのエンジンも地球環境に優しいクリーンなエンジンにすることを表明しているよ。このテンペストのエンジンは、コンパクトでありながら大推力を発揮し、高い発電能力を有しつつも環境に優しいものという非常に高い目標を掲げており、日英共同開発の成果として、このエンジンの開発に成功すれば、第6世代ジェット戦闘機に搭載するにふさわしい、非常に高性能なエンジンが実現することは疑いようがないよね。戦闘機の性能を大きく左右するエンジン開発で日本が主導的な役割を示すことができれば、日本の防衛にも大きく資するものとなるため、今後もその動向を注意深く見守っていく必要があると思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。